先ほどのトイック、お名前は？スインボルケーノです。田中大輝さんがつけてくれました。そうですねと前回もですけども、このリワインドスタッフみんなで会議が行われ名前決まってない会議が行われ決定しました。はい、今回はもうパッと見から分かる高難易度、前提としては普通のソロハムと、あと片手で回せるといいと思います。あとは1個のフストリングのボヨンボヨンができているといいと思います。ではでは解説の方お願いします。はい、まずは普通にソロハムをしていただいて、片手に持っていただきます。このソロハムの輪の中に引き手じゃない方の人差し指を入れます。この後ヨーヨーを1個だけボヨンボヨンの要領で跳ね上げて、この上のストリングに当てます。跳ね上げたヨーヨーが跳ね上がってない方のヨーヨー中心に山なりに一往復する動きになっています。この時のコツとか、今回赤いヨーヨーを跳ねさせるんですが、このようにぶつかってしまう場合は跳ね上げるタイミングがやや早い場合が多いです。これを少しタイミングを遅らせてあげると軌道が引き手寄りになるので山なりに跳ねさせやすいと思います。跳ね上げない方のヨーヨーを意識して何か動かそうとする必要はない。あ、そうですね、基本的にはこの山田に動く方のヨーヨーをボヨンボヨンのように動かすように意識してもらって、他の方は反動で上下するぐらい、こっちは意識しなくていいと思います。ということで今回の使用ヨーヨーは C3 ヨーヨーデザインのフローレスになります。おすすめポイントはまず幅が広いので、まあ、単純に紐に乗りやすいというのと、回転力が粘りがあるのでソロハムの練習なんかでも助けになると思います。中野君も使ってます、はい、もちろん岩倉さんも使ってます、はい、よろしくお願いします。お願いします。この動画が参考になった方はぜひ高評価と、まだの方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。ではでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。